今回は車のエアコンフィルターを交換したいと思います。車のエアコンにはフィルターがついており、車外から砂ほこりや、虫、花粉などを、車内に取り込まないためのものとなります。車検の時などに交換するエアフィルターとは、全く別のものとなりますのでご注意ください。エアフィルターはエンジンに送り込む空気のフィルターとなります。エアコンフィルターの交換時期に関しましては1年もしくは1万キロとか言われております。結構 2,3 年交換しない人も多いと思いますが、結構汚れてると思います。汚れすぎると逆にエアコンから臭いがしたり、夏場のエアコンの効きが悪くなったりですね、風力が弱くなったりします。エアコンの冷えに関しましてはガスチャージが必要かと思いきや、エアコンフィルターの交換で解消されるケースも多いです。今回購入したエアコンフィルターはこちらとなりまして、デザイアブルのエアコンフィルターとなります。 Amazon で1399円で購入しております。特殊3層構造の活性炭入りフィルターとなります。1層目で抗菌、抗カビ、抗ウイルスの効果、2層目で脱臭ですね、脱臭作用、3層目で、PM2.5 粒子、花粉などをブロックします。ではですね、早速交換してみたいと思います。車種の方は、ステップワゴンの RG1 となりますね。大半の車ですね、こちらグローブボックスの裏側にあります。こちらがですね、取り外した状態となります。ここですね、この中にエアコンフィルターが入ってますが、ここにもですね書いてありますが、この部分がフローとなりますので、こちらの向きをね確認してエアコンフィルターの方をつけてください。ではね、外してみます。こんな感じですね。はい、こちらとなりますが、こちらと比べると3層フィルターになってますので、全然フィルターの厚みが違いますよ。すごい分厚いですね。見比べると全然違うのがね、分かるかと思います。じゃあこちらを装着して、こんな感じですね。あとはですね、こちらを装着して、グローブボックスの方を元に戻せば完了となります。こんな感じで、フィルターの場所さえ分かれば、5分程度で、交換の方はできると思います。価格の方も、比較的安くて簡単に交換できますので、花粉が多くエアコンも使う時期となる今が一番の交換時期かと思います。ぜひご参考にしてください。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。